分がないならその時は時間空間あり得るか、体を自分と思うから時空に縛られ苦悶する。時空超越するあれはいつやどこには縛られない。けれど時空に変満し、いつでもどこでも真実在。16番と17番を合わせて見ていけば、自分がないならその時こそ過去、現在、未来という時間もなくなってしまう。そして時間だけではなく、こことかあっちとかいう場所的観念である空間も消えてしまうというのですね。時間空間と現象というのは同じことですが、現象ではなく輪廻ではなく転生ではなく生死ではなく命そのものだけを覚知しているならば、命だけがあるのでして、命の現象している時間空間とか私とか彼とかあなたとかがあるのではないのですね。生死をも命と見、過去、現在、未来という時間をも命と見、こことかあそこ、そこという空間、場所をも命と見るならば、すべては命だけであり、命しかないのですね。それを命ではなく、これは体、それを意識しているのは私。そしてこの私は過去に生まれ、今生きていて未来に死んでいくという時間にとらわれ、ここが嫌になったから別なところに引っ越そうなどという空間に縛られて苦悶しているのですね。時空を超越する命そのものであるあれは、いつという時間とかどこという空間に縛られることはないわけです。しかし人間が分別している時間空間のどこにでも命は存在しているので、時空に変満していつでもどこでも真実在の命としてあるということなんですね。これはミニディスク、これはテープと見るのではなく、これは命、それも命と、すべてを命と見ていくトレーニングをしていくことは、すべては命ということを覚知する大変良いトレーニングになると思います。すべては命と見る癖を新たに獲得していくことによって、それまでに得てきた分別を一つ一つ打破していく手がかり、足がかりになると思います。次のページ7ページをお開けください。16番のところに行きます。まあ右の方に図解またあれこれ出してますので開いておいてください。77と同じページ打ってあります。まあ、日本語だけでいいわっていう人のために、同じ番号振っても左の英語を見なくてもいいようにしてあるんですね。 Can there be space? Can there be time? Except for me? Can there be space? 空間はあり得るかのあるが、言うに書いてあるのは実在の在じゃなく
U って書いてあるのは現象の時には B にあのこの U、有無の U を当ててるんですね。前も言いましたよね。Can there be time? 同様に時間はあり得るか。Except for me っていうのは自分を除いて、me、私ですね。を除いても、もし皆さんが私がね、この空間を、この時間を認識しているというならば、その私というエゴ、観念エネルギーがなかったならば、一体空間は、時間はあり得るかっていうことですね。誰でも、この空間に私は住んでいて、昨日、今日、未来と流れていく時間とともに年を取ってきたと、私はって思ってるわけですね。私を別にして時間空間認識できるわけではないんですね。ですから、私という思いとともにしか時空はありえないっていうことですね。そこを僕たちは現在の教育ね、制度の刷り込みに従って時間っていうのは過去から未来に向かって流れてると思ってるわけです。そのように刷り込まれてきたんですね。お前が生まれたのは、1946年6月18日でねって、僕は知らないわけですけども、そう教えられたんで、生年月日やって聞かれたら1946年6月18日って書いてるわけですね。で、それから数えると今47ですと。いうことですね。で、1946年って何ですかと、1946って何ですかって言ったら、それは紀元1946年で紀元0っていうものを設定した場合に1946年経ったことですって、全ては設定したからこうだっていう相対的な関係でしょ。空間でも、ここは京都ですって言ったって、何、ずっと遠くから見たら地球ですがね、日本人たちが勝手にね、ここは京都府の京都市ですと、右京区の花園の明神町、明神寺三大ですと、勝手に決めただけでね、火星人とかその他がいるとして見たらですね、ここは京都でも何でもないわけですよ。地球の一角ですね。そのように空間とか時間に名称をつけるから、ここはアメリカで、ここは日本でとか、今は3月でとか、時間で分割、名称で分割していきますでしょ。ですからあり得る、固定されてあり得るように思うけれども、そういう分別ね、取ってしまったなら時間や空間って一体あるんでしょうかね赤ちゃんに時間意識あるかどうかっていうことなんですね。腹時計があるんですね僕らとは違う時計があるんですね。これは簡単に狂わせることはできるんですね。暗闇でずっと生活させて、刺激与えないでおくと時間感覚だんだんずれていきますね。で、時間っていうのもあくまでも刷り込みだっていうことですね。ですから、時計っていうのはありがたいようでありがたくないわけですね。こういう講習会は時間通りに進行しなきゃいけないので、これ松崎さんに借りてね、今15時6分とか見てますがね、自分一人で生活するなら、時間っていうのはまず関係ないですね。他者との関係において時間が気になるっていうようなことですね。Space and time bind me only if I am the body. Space and time 空間と時間が、日本ではよく時空って、空と時を逆にして時空と言いますね。空間と時間が bind me、 自分を縛る、その私というものを bind、 縛る。でも Only if、 もし何々であるなら、ただ何々である時だけ、 I am the body、 私が体である、自分が体であると思うって入れておきましたね。 Only whenI think that I'm the body っていうことですね。私が自分は体なのであると思うときだけ時間と空間に縛られる。ですから皆さんが熟眠しているとき、十分に夢も見ずに寝ているときはね、私は体であると思ってないわけです。ですから時間も空間もね、認識できないっていうかしないわけですね。例えば皆さんが熟眠してた状態のところにね、瞬間的にね、睡眠剤をこう飲ませる、あるいは注射できるとするでしょ。あるいはなんか強烈なクロロフォルムみたいなのでパッと覆ったとして、
で皆さんが熟眠から失神状態に陥ったとしますね。で飛行機でアメリカに運んでね、あの目覚まし時計かけてやるでしょ。松崎さんに NHK の英会話のなんか毎日かけてるとかいう放送かけてやると、まあ、ニューヨークに松崎さん、ニューヨークのホテルに松崎さんを移したとするでしょ。と NHK のなんか朝の英会話かなんか基礎英語かなんか知らないけど、それ鳴らせたとね、かけたとすると松崎さんうーんって起きて、今何時だなんてニューヨークにいるの知らないでしょうね。つまりあの熟眠とか失神状態においてはね、時間と空間を失ってしまうということですね。ですから逆に言うと、時間と空間は僕たちの第六意識があの働いていて、相対的な分別意識をしている時だけに働くっていうことね、そういう時だけ意味を持つっていうことですね。僕たちは毎日時間と空間を忘れてるにもかかわらず、起きたら起きた後にね、推測するんですね。推測って前の分別の続きを継続するんですね。何時間寝たから今何時だと、ここで寝ていてここで起きたと、まあ、例えば寝返り打ってこう場所を移ったとしたら、随分寝相悪かったなとかね、ここで寝たのにもうちょっと動いてたなとかね、元の寝る前の時間と空間の継続で時間と空間を捉えるわけですね。それは自分っていう意識があるからですね。まあ、自分が体であると思うってラマのマハリシは言っていますが、その、まあ、自分意識があるからだ、ある時だけっていうことですね。I'm nowhere, I'm timeless, I exist everywhere and always。 でそこに私っていう訳語を初めて出したんですが、この場合の I ね、これは小文字のセルフと違うんです。大文字のセルフのことです。ここで I、 普通ラマナ・マハルシは I と言いますが、時々 I っていう表現使わないで I、 単なる I をもって I セルフ、大文字のセルフ、アートマンを表している場合があります。ここがそうなんですね。で私っていうふうに読ませてね、和と他が、他と私ね、他と字が和して一つしかないっていう意味です。私はね、ですから私っていう時にね、あの普通は自分はっていうことでしょ。でラマナマハリシたち聖者たちは、他とか私とか分別がなくて融合してたった一つの愛があるだけって見てるわけです。ですからこの訳語からね、自分は私は他と区別して私だと思っているっていうのを逆にね、いつでも認識してその逆を考えていったらいいっていうことですね。ですからそういう私っていうのは、ノーフェアっていうのは空間に縛られないっていう意味です。それから I'm timeless っていうのは、どんな時にもいないっていうのは時間に縛られないっていうことですね。スペースフリー、タイムフリーっていうことです。空間や時間から自由になっている私、I っていう意味ですね。体と同一している、同一視している私は空間や時間に縛られているから、私はここにいるし、私は何年に生まれて今何歳ですとか、時間の場所、いわば時間の場所もね、指定できるわけですね。ところが全体生命である私っていうのは、あの無始無終ですから、時間というものからは自由なわけです。あるいは人間が分別した、分別設定した時間を超えているわけですね。空間にしても同じことです。そうすると I exist everywhere、 時間や空間に縛られていないから、空間に限定されないので、私はどこにでも、 everywhere、 どこにでも、 exist はこうなると、あ、生むのうじゃないので実在って訳してきました。実在している。 and always、 そして特定の時ではないから always ね、いつでも、常時っていうことですね。ですから今ここ always いつでも今ここっていうのはもう eternal、 永遠と同じことなんですね。ですから今と永遠っていうのは一緒だっていうんですね。それで永遠の今、 eternal now っていう表現があるわけです。永遠の今、 present moment、 wonderful moment っていうのもね、永遠の今のことをハン先生は言っているわけです。永遠の今、ここそこ、何かご質問ありますか？
はい。まあ、聖剣っていうふうにして僕は区別なるべくしないようにしてるんですけれども、聖者っていうのは例えばセインツの訳もですね、それから賢者っていうのは the wise ですね、あるいは wise man、 それで例えばラマナマハリシーみたいなのは、まあ、どちらにも当たるんですが、強いて言うと the wise ですね、賢者。チダーナンダ先生みたいな人は強いて言うとセインツですね。でセインツの方はまあ清らかなっていうような意味もありますね。でその何がしか分別してもね、例えばアシギのフランチェスコとかチダーナンダ先生みたいな人たちはセインツって言えるでしょうね、分別が残っててもね。ところが分別もない人はに対してはディワイズっていうのも当てはめていいわけですね。聖者にして賢者っていうことですね。でただ単にワイズっていうことで、世俗的な意味でワイズ、賢明な、世俗的な意味でワイズって言った場合にはね、聖者じゃなくても構わないんですね。ですからその辺は例えばこの場合にはワイズはこういう意味です、それからこの場合にセインツっていうのはこういう意味ですって、ケースバイケースで設定して限定しないと一般論としては展開しない方がいいように思いますね。はい。いや、そうじゃないです。ここは聖なる賢者ですが、体は体と思うけども、賢者は体はセルフの現れであると見ているし、愚者は体を、はい、そうです。全体生命と無縁のものと思って限定して見ているという意味ですね。はい、ですからここの賢者は聖者と同じことですね。はい、よろしいですか。ただ右の図解ちょっと見てもらって、時空のチャクラっていうものがありますね。天一瞬偏在偏満ヒアナウ今ここって書いてありますが、その無限のもの、一番中心の方ですね、まあ、小さな円から輪がだん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 膨らんでいって、まあ、それから点線になって、あと点になって、まあ、どこまでも今ここから見たなら空間も広がっていきますし、それから時間もね、ぐる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 回っていくように思われるでしょ。まあ、例えば駒を想定してください。で、駒がくる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 回っていますね。ところが心棒っていうのはこうピタッと止まって回らないように見えますね、動いててもね。動いてても、でその一点、今ここって定まった場合には、僕たちはそれを今ってやって、それがちょっと経つと、まあその後ですから未来、それからちょっとも一瞬前でもね、囲ってつけてしまうわけなんですが、さっき図解に示しましたように、今ここ今ここがあるだけなんですね。で今ここ今ここを連続して考えた場合には、空間も広がるし、それから時間も過去から未来に向かってね、流れているように思っているわけです。まあ時空をくる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 チャクラ回転させていくと、僕たちが3次元世界で認識している空間の広がりと時間の過去から未来への流れが錯覚的に生まれてくるっていうことなんですね。ところがいつでもどんなところにいてもね、 Here now ここ一点、それから Now 一瞬っていうことところに生きている人たちにとっては、他との兼ね合い関係、空間時間兼ね合い関係がありませんので、点っていうのはどこにでもあり得るわけです。点っていうのは場所しか占めないわけですね、その図で言うとね。ですから中心にもあるし、それからもう周りの点線はみ出してずっと広がっている、どこにでもあり得るわけです。 Here now っていうのは一点一瞬っていうのは、どこにでもあり得るっていうのは偏在ですね。そして変満満ちてるわけです。天は至るところに満ちてるわけです。ですから今ここっていうのは偏在しているし、それから常時なんですね。それを僕たちは逆に考えているわけです。今ここっていうのはもうここって限定されたと思って勘違いしてしまってるんですね。ですから全くの錯覚なんですね。まあ、そこちょっと難しいかもしれませんが、そういう錯覚に慣れ親しんで、例えば時間っていうと一瞬一瞬ね、1秒1秒、あるいは1秒分割したもっと小さい単位でくしゃなくしゃな一瞬一瞬ね、
こう流れて過去から未来に流れているんだっていう観念は刷り込まれたものですから、自分で獲得したっていうよりね、これは生まれた後にね、そのように両親などに仕込まれて、また学校でも教えられてね、仕込まれただけなんだ。そこから自由になるのがものすごく難しいと思うんですね、これはね。これは強烈な刷り込みだと思いますよ。特に時間に関してはね、空間もそうなんですけれども、時間もう今でも今があって、一瞬一瞬、一秒一秒、まあ秒針とかある時計を持っている人はこう進んでいくでしょ。そのように時間が流れているっていう固定観念から抜けるのは非常に難しいんじゃないかと思うんですね。でもそれは錯覚だって、瞑想体験を通じて、サマーディ体験を通じて分かるよりほかないですね。その時にヒントになるのが、あなた熟眠していた時、時間や空間がありましたかっていうラマナ・マハリシの問いですね。ないんです。熟眠している時にはそういう僕たちが常識として持っているね、時間空間はないんです。目が覚めるとまた前の常識にとらわれて、全くの時間空間から自由であった何時間があったとしますでしょ。その前は時間空間をこう分別していたわけです。でその空白別にしてね、眠る一瞬前、眠る前のに目覚めた一瞬後をつなげて僕ら見てるだけなんです。全く自由である時があるのに、前のにこうつなげる癖を持って目覚めて活動しますので、あたかもずっと時間があったように、いや熟眠していた時も空間はあったし、時間はこう経っていたから私は何時間寝たんですって、目覚めた時の判断を、時間空間の観念がない熟眠時間にも当てはめているだけだっていうことです。強引に当てはめてるんですね。強引な間違いなんですね。まあそれに気がつけばいいんですがね、まずはね、頭のレベルで、ね、でキャンベルのテレビ見た人たちいるでしょ。キャンベルが言ってたでしょ。僕はテレビは見なかったんですが、まあ見れる。その時空はこうなってるからね、悟りを得る、下脱するっていうのは時空をパッとこう離すことなんだ。時間と空間はこう格子戸みたいにがっちり組み合わさって、その檻に閉じ込められてるわけですよ、僕ら時空意識の中にね。その檻に閉じ込められているんだけども、その時空の檻を作っているのは僕らの第六意識なんです。頭、昨日今日明日っていうね、あと何日で終わりだ、やれやれなって思ったりするでしょ。あと1日半辛抱すれば終わるんだからなってね、まあ、こういう時間感覚にこう囚われているわけですね。で今ここ今ここっていうのはこういう格子戸は作ってないんですよ。ただ今ここ今ここが偏在してるだけ、どこにでもあるだけで、その教育っていうか刷り込みね、その時間と空間のこういう枠ですね、枠組みをこう離してしまうこと、それが下脱なんだっていうことなんですね。あれは非常に印象的なシーンだったと思いますね。まあ、聞いてる方のアンポンタンのインタビューはさっぱりわからないんですが、あれぐらい石頭もいないと思うね。ビデオを見ててね。有名な人ですけどもね。非常に有名な人なんですけれども、あれは石頭のチャンピオンのね。片方は仏た方の、まあ、神話学者にして聖者っていう、まあ、珍しいお方だったですね。まあ、坂野さんがビデオに撮ってたそうですから、見てなかった人はぜひ見てください。うん、ああそう、ああそう、まあ他に誰か持ってるかもしれないから。広島の藤田さんも2話か3話目ぐらいから見て、これはただものではないと思ってビデオ録画し始めたって言ってね、前の中田ので、僕たまたまその時からインドに行くっていうので、これ見ておいた方がいいですよってご本人にお貸ししたんですね。で見て、まあよかったとか言ってましたがね。まあ、池田さん持ってるそうです。池田さんはもうキャンベルのファンですからね。いや本当に見てない人で見たい人は池田さんの方に連絡して借りて、あね、日本語のなんか字幕ですか、同時通訳、出てるそうですから、まあ見てください。まあ英語に自信ある人は僕の方でお貸ししますから。まあ日本語で本も出てるし、あと「オープン・ユア・ハート」とかいう非常に薄い本ですが、とてもキャンベルの紹介にとってはいい本とかも出てますけどね。まあそういう珍しい神話学者にして聖者みたいな人も、ワイズですね、彼は聖者っていうかワイズですね、賢者もいるわけですね。